半間岩先生です。許可が取れました。通学広告の、自動設定なんですけどね、ちょっと顔出します。通過国の自動設定なんですけども、許可取りました。ハイエンドロイシャンの方でね、このようにね、ですからお世話になってますということでね、お問い合わせた件、プログラムの件は分かりますが、当社のホームページ自身変更されている場合の不都合の原因となりますので、推進はできかねますというようなことは言っておりますけれども、いけないということは言っておりません。私の質問内容はですね、取引を敏感にできるようにね、通過国の設定だけプライミングマウスも登録させて、取引させて良いでしょうかとですね、例えば USDJPI はすぐに取引させたいときにプログラムマウスのスイッチを1回押すだけでね、取引ができるようにしたいのですかと、よろしいでしょうかということでね、上限を選び、取引は通常のマウスで、クリックしますですね。だから取引の最終的なものはちゃんとこう上か下か選んでね、取引しないといけませんね。ということでね、ここでね、こう自動売買はこれダメですね、これはダメですけども、通過国も設定しましてね、例えばシグナルが来ますね、ダミーでちょっと ランダムでちょっと出します、これが許可取って推進はしないということですけども、ね、EDRUSB、バグは出てる。あ、これ押さないといけない。これですね。このボタンを大きくしないと顔面判断しないんですね。ちょっと待ってですね。ちょっとバグが出て遅れましたけども、まあこんなようにね、自動選択させるんだけども、今ちょっとね、バグが出て、もう一回やってみますね。 GBPJPY、 ちょっと反応が遅い。設定ちょっと反応が遅くなっちゃって調整しないといけないんですけど、このようにね、最終的にこれはね、自分で打たないといけないんですけれども、シグナルがね、指示があったら通過国をね、このようにプログラムしてですね、ここまで持っていくと、自動でね、推進はしないということですけども、使っちゃいけないということの、はないということでね、連絡が来ました。で、この自動売買は必ず外すということですね。だから、自動選択だけね、できると。いうね、ちょっとまだ調整がね悪いんで、こうもう一回やっていきますね。 NDJPY、
下にいる。これですね。こういったこの投資の方法が許可取りました。それで私の方でね、この手入力でね、こう打つわけですね。これインジケーターからね、こう伝えてきてくれるんですね。これで音声だけでね伝えてきて、打つときに機敏に打つのが大変なわけですよ、ね、こちらの方にね、これを選択してこれを選ぶわけなんですけど、これをね自動でやってくれる、やってもいいというようなことを許可もらいました。自動売買は禁止です、ね、だから今後この通貨国自動設定推進はしないといたし しますよということに言ってまして、であとメールで伺ったねこの内容から判断すると、申請して通った人だけね、このように通知が出た人だけが許されるということでね、誰でも許されるわけではないということですね。僕はバイナリーオプションのスペシャリスト者なんでね、ちゃんとマナーを守ってますよということね、ということですので、自動売買はダメですけども、ね、書いてある通りね、このハイアンドロー社、それであと この利用ね、だから推進はできませんけれども、このねできかねますということでね、不都合の原因となりますのでね、推進はできか、だから進めはできないと、ね、いうことで、いけないということではないですよということでね、でなおかつここには書いてませんけども、ちゃんと本人がねこういうふうにして使い方をね、いろんな使い方がありますから、同じ使い方ね、がね、の説明文でね、通った人ですね、いろんな方法があると思うんですけど、通った人だけということと、あと、私スペシャリスト者なんでね、そこら辺のね吟味が厳しいし、またいい面もあるわけですね。その判断で通ったということで、誰でも OK ということではないですのでね、ぜひ注意してください。危ない人、自動売買しそうな人とかね、いうのでね、やってるとこういう使い方してると自動売買みたいなんで、間にごまかして使うような人がいますから、そういうような感じの人多いですからね、許可なんないと思います。ちゃんと自動売買絶対しないということでね、でやってるということでですね、ちゃんとやってる人だけは、真面目な人だけはちゃんと許可通るということですね。ただ推進はできないと、ね、いうことですね。そんなことです。どうもありがとうございました。